てください。ちょっと酔っ払ってて、その後にウーバーよ、あのウーバー人弱くねっていう意思が、うん、OK、 やばい、ね、寝ぐせぐ、えぐあぁサバン持ってきてる、持ってきてる、嘘つけや、見せろ、ちょ、ミユ見てきて、あるって、あるよ、つけや、撮ろう、ウーバー人狼じゃなかったっけ、ウーバー頼むよ、何ウーバー、ウーバーって何、何個か頼んで、誰が頼んだウーバーかって、そう何個か、あの、頼んだらいいんじゃない、あの、一人3個ぐらい頼んで、確かに、残量決める、メイン、デザート、飲み物とかで決めて、3種類ぐらいあれば、うん、いらない人がいないでしょ、本物の人でしょ、ですね、え、ミユ今日こっち何、2時だって、もういいよ、余裕じゃないって、余裕だろ、なんで2本飛んだよ、こっから、うん、しかもウーバー来るまでの時間もあるし、まずオープニングだけ撮ろうか、早く座って、オープニングだけから座って、でも喋らんでいいから、なんだよ、挨拶だけさ、喋らんでいいから、弱くない、普通に、え、だからだ、ウーバー人狼ってこの時間が無駄なの、いやだけどさ、もうちょいなんかうまいこと考えれね、じゃあ考えてよ、いや考えてるって3人でしょ、うん、当たるやん、俺が新発食堂頼んだら、だったらいつもと違うものを頼んで、うん、頼めばいい、スムージーやん、言わないでよ、一個一個じゃなくてさ、まとめて、じゃあ分かった、ダミーでマネージャーにも頼んでもらいましたっていうふうに言って、もう限られてもない、結構一発で終わったらどうすんの、じゃあでそれも食べてもう一回やったらいいんだね、一発で、あ、当たりました、じゃあもう一回やろうって、うん、もっとじゃあいつもと違うものにして、スムージーやん、スムージーって言うから、じゃあスムージー来たら、あ、ギチじゃんってなるだけじゃん、絶対スムージー来たら俺になるやん、え、だから分かんないじゃん、自分は違うよって言えばさ、いいやん、で、イチゴスムージー頼みましたって俺でしょ、うん、ブラも頼む、いや、でも誰でも頼むでしょ、そうだよ、とりあえずさ、あの、あれ取ろう、何とりあえず取ろうって、サムネの方取ろうじゃん、動いてよ、本当に私、2時マストで出たいの、何あんの、撮影だって、だから喋らなくていいから、座って、何喋らんっていうか、ギだけですでいいから、なんかないの、もっといいの、抜けてるって抜けてないじゃん、抜けてるって、わかんないじゃん、自分でいつも違うやん、あれにすれば、マネージャーから LINE 送ってもらって、自分は例えば、あの、お前が出せや、企画マジで考えてんじゃん、今考えてるだけで言わないじゃん、うざい、うざい、もうマジでうざい、で、頼むじゃん、スムージー、スムージー、タピオカで、でも、自分以外は誰が何、あの、タピオカを頼めるとか分かんなくて、で、自分が人狼の場合はさ、その人のあれを見てさ、言ってさ、なんでルナが考えてるの、やればいいんじゃない、やばいと思うのは自分から出せない、え、分かった、分かんないでしょ、ワードウルフみたいなんでさ、ワードウルフやったっけ、じゃワードウルフの方がおもろい、え、うざい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 、本当にうざい、ワードウルフの方がおもろい、ね、今日うざい、じゃワードウルフの方がおもろいじゃん、ウバイツ人狼ってそもそもさ、みんなで頼むんでしょ、それぞれ、うん、誰が誰のか当てるってことでしょ、そうだよ、人狼じゃなくね、それ人狼いないや、え、だってさ、市民が一緒に組むってこと、だからマネージャーから連絡をもらえるし、ウバイツウルフってこと、どちらもいいやん、早く撮ってお願いな、とりあえずオープニング、なんとりあえずオープニングって、オープニング撮るね、撮るでしょ、オープニングマジでやめて、なんでね、太ってんだ、いや、ね、うざい、いやだーもあやって、ほんとにうざい、何が、そうやるって、オープニング撮る、早く撮るって、じゃあ早しようよ、わかった、言ってたじゃん、ノリキツですって、でもやったよ、酔ってない、じゃあ分かったから、酔ってないのと早くしよう、え、俺らは撮んの、そっから、うん、終わり、じゃあまだいけるよ、何がいけるの、なんかもっといい企画ないのかなって普通に、え、だったら昨日からもうそれするって決まったことに言えばよかったんじゃない、一回じゃあサムネを撮って、じゃあギシルナリツアーなんか1個撮ろう、何撮るの、それじゃあ考えよう、後で、いいよ、考えよう、いや、なんで、
なんでお前だるいマジで。だるだ。取ればいいやん、決まってたんだから。いや、お前普通に考えてさ、取ってんの俺らが一番多いやん、最近。そんなことないし。あ、俺だけで楽器が違う。でもその後休むでしょ。だからそのために今ストック作ろうってやってんじゃん。休まんて。でミユさ毎回この日ダメです、ルナも今日ケツあります。自分だってあるじゃん、何時からって。あんまねえよ。いやあるよ、暇だろ。そしてみんな平等だと思う。沖縄行ったのもあるし、自分だってあの期間めっちゃ休んだし。あの期間めっちゃ休んでねえよ。休んでたよ。福岡も行った。そんなん言ったらキリないじゃん。体調不良になったりとかみんなしてるし、聞けないじゃん。一応数えてみ。いや、そんなんやないって。そんなんルナミユ企画、俺すごいぞ。え、じゃ休む今日。じゃ休めば帰ればいいじゃん。休みたいです。じゃあ帰ればいい。意味ない。じゃあそういうやつ。全然帰りたい。数えたりとか。帰れんなら帰りたいの。もう帰んなよ。そこで明日来るで。学校の先生みたいなやつやめて。マジでやめて、本当に。学校の先生のよくあるやつさ。いや、本当にうるさい。マジで臭い。ね、風呂入ってやめてば、ね、風呂入って本当にうざい。お前しつこい。ねえ、やだ。風呂入ったって。ねえ、本当にやめて。風呂入ったって。今まで散々弱いと思っちゃったやろし、これはできるって言ってないから、やったらいい。下りとかも考えてるんやったら、考えてんねんからさ、まあ面白くはなんとかできるじゃん。ただ今やる気がないから、そうやって思わない動画になるとか言ってるけど、今日言うのが間違ってんだって。今日撮る企画を何でも年下に言われなきゃ。関係ない。お前がおかしいからだろ。うるさい。本当にもう帰って。なんで帰んないの逆に。どうしたん今日。どうしたん。ごめんなよ。子供が欲しい。なんかおかしいよ。何がおかしい？いつもと違う。全部尖ってるし。あるよ、そういうヘブラ色の。あるんだったら、じゃあ今日尖ってる、じゃあごめんねって言って撮影をできればいいけど、ずっとあんたはさ、頑固で。でもずっとこうで。ってなったらもう進まない。今日は無理よ。もう帰れなよ。黙れよ。いいから、もう。ね。帰り。邪魔なんだって。いや、帰ってよ。何やねん。本当にうざい。すぐ手出すの。ちょっと待って。いつ出したの。マジでうざい。いや、いった。ガチで決まろう。お前だろ。お前、マジでうざい。ガチでうざい。本当にうざい。なんで俺がうざいしない。いや、マジで。ええって、そういうこと。ねえ。ねえ、待って。まあ、雨ないか、やだ。やだ。いや、待って、待って。ねえ、待って、待って、待って。何だろう。何ドッキリ。何なの。ということでドッキリ大成功。でもやだやだやだということで西見を終わりやーやーごめんごめんうざいし。全部思ってない。なんでないって。ずっと中立を守ってね。どっちの話も聞いてね。え、どうだった。でも、ディブ男やったっけ。なんかさ、言ってたじゃん、ちょくちょく蹴られたとかさ。蹴られたって言って、あ、そういうやつかと思って。だんだん蹴ったりとかしちゃうから嫌だなと思ったら、なんかうざい。はい、ということで、あの、はい、喧嘩ドッキリは結構やってきたんだけど、うん、あの、ギシミユの喧嘩なくねって思って。ないよね。で、ルナがちょっと前にミユちゃんって本気でギシ君にキレたことないよなみたいなことを言ってたから、キレやいいじゃん、うん、っていうことで喧嘩ドッキリしてました。いい。洗面所の会話とかも全部カメラ撮ってるんで。何で急にガチゲンか。いや、おもろかったね。いや、おもろい。これはルナがさ、てかマジムカつくわ。逆に普段さ、もう撮ろうしか言わないじゃん。俺らもさ言う時あるじゃん。いや、ちょ、ルナお前今日は仕事モード入るやんみたいな。みんな言うね、お互いにね。こいつなんかこういう時に限って好感度上がった。いや、ちょっとね、なんか一番私リーダーです。あの、ルナドッキリし分かってると思って途中から。だってみえちゃんはさ、まあ今日珍しいなぐらいだったけどさ、ギシ君もいつものギシ君すぎてさ、は嘘つけるんだ。下げんの。帰れって言ってたじゃん。でもその時にもう固くなに帰んなかったから、止めてほしいんだろうな。
食べたら終わると思ったんだけど皆さんも、はい、喧嘩はほどほどに、はい、ということでこのチャンネルがいいと思ったらチャンネル登録グッドボタンコメントお待ちしております。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。